こんにちは。札幌からお天気をお伝えします。今日は厚い雲に覆われて上着がないと寒く感じます。午後の天気のポイントはこちらです。太平洋側を中心にまとまった雨が降り、風が強まりそうです。今日は梅雨前線上の低気圧が北海道に近づいてきます。さらに低気圧の後ろ側、大陸にかけても雲が控えていて、土曜日日曜日と傘の出番が続きそうです。この後の雨の予想です。動かしていきます。午後は太平洋側ほど雨の降る時間が長くなります。夕方以降は道北、次第に夜からは道東方面も雨が降り出して、明日日付が変わるとこの方面少し降り方強まりそうです。明日土曜日も雨が降ったり止んだりというところが多くなりそうです。土曜日日曜日、傘の出番となりそうです。では今の札幌の様子です。こちらも雨が降り出してきました。では時間ごとの天気、道央と道南です。午後は道央も次第に各地本降りの雨となります。瀬田名、江差、函館は風が強まり、横殴りの雨となることもあるでしょう。気温は日中あまり上がりません。札幌は19度の予想です。太平洋側です。長万部から浦河は次第に本降りの雨となり、風が強いでしょう。その他の各地も夕方以降は雨が降りそうです。最高気温は中標津が13度止まり、帯広は14度で4月下旬並みの肌寒さです。道北とオホーツク海側です。道北は雨の降り出しは夕方から、今夜は降り方が強まるでしょう。最高気温は富良野が17度と平年を下回りそうです。オホーツク海側は夜遅くから雨でしょう。変わって今の旭川です。こちらまだこの時間は雨は降っていません。週間天気です。明日土曜日も各地雨が降ったり止んだりですが、気温は今日に比べると少し高くなりそうです。日曜日も傘の必要なところが多いでしょう。